写真拡大。第40回中山牝馬 SG3 3月12日中山芝 1800m。 第40回中山牝馬 SG3 12日中山に出走するボルトベルク、メス5歳美穂手塚厩舎は、移走前にオープン入りを決めた舞台で巻き返しを狙う領地。5歳にしてキャリア急戦と、じっくりと成長を促しつつ大事に使われてきたキングカメハメハ3区がオープン2戦目で復活を期す。前走のディセンバー S は中段から運んだが、結果は9着。手塚調教師は、冬場は代謝が悪くて、汗をかく時期の方がいいと敗因を分析する。気温も上がりだした2日の美穂 W コースでの1周前追い切りでは、びっしりと追われてラスト1ハロン11秒8の伸びを披露した。筋量も53キロだし、やってくれると思うとトレーナー。乗り難しい馬で、津村も2回目なのでリベンジしてくれると思うと、連続騎乗を追い風に逆襲に出そうだ。